まさかの伝説のポケモン普通に倒しちゃった。倒しちゃったじゃねえよ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでいきますか。ふぅ、この先に進んでいけばよろしいのね。なんかめっちゃ怪しげな音楽なりよるけど。お、オリーブさん、何が起こったんすか。なんかうろうろ落ち着きがないけど。ジムチャレンジャー、助けなさい。いえ、助けてください。おお、どうした。私のポケモンがなぜだかダイマックスしちゃって、スタジアムで暴れちゃって。ダイマックスしてスタジアムで暴れ回っていたポケモンはキバナが、いえ、キバナさんが沈めてくれたけど、もうなんかいろいろとごちゃごちゃになってるけど大丈夫か。他のポケモンたちもみんなダイマックスして暴れたら、ローズ様のエルチカプラントが崩れちゃう。誠に身勝手ですが、お願いさせてください。地下プラントにいらっしゃるローズ様を止めてほしいのです。ローズ様が目覚めさせた無限大のなるポケモンの体から出るエネルギーがダイマックスを引き起こすとか、このままではガラル地方のポケモン全てがダイマックスして暴れ回るでしょう。ええー、めっちゃ大変な出来事やん。そんなことになったらどうかお願いです。そちらのエレベーターから地下に降りてローズ様をお助けするのです。チャンピオンの弟にも頼みましたがどうなっているか。何、結局、やっぱり悪いやつなの、ローズは。アイナ選手、上ではチャンピオンがブラックナイトと戦って。はい、エレベーターで地下プラントに行けます。おー、初めて入るね、ここ。地下プラント。エネルギープラント、もう降りてきたん、これ。うわー、こっちが気になる。今は行くべきではない。ローズ委員長と話そう。なるほど。なんかめっちゃ、ぐしゃぐしゃじゃない？卵が割れとるみたいな。あれポケモンなんかな、もしかして。なんだよ。なんなんだよ。兄貴を助けられないぞ。何？どうした？何が起きてるの？呆然としとんかな、あれ。ん？いや、そんなことはない。何をする気なのかな？ジムチャレンジャーさん。こっちが聞きたいよ。ブラックナイトを止める。うわぁ、驚いたな。君は何を言っているんだ。もう止める必要はない。すでにブラックナイト、いや、最強のポケモン、無限ダイナー目覚めたんだよ。ちょっといいかな。君からすれば私はひどいことをしているんだろうね。微塵も理解できないんだろう。うん、もちろん。だがね、私にはガラル地方が永遠に安心して発展するために、無限のエネルギーをもたらす信念と使命があるのだよ。千年後に、ガラル地方が繁栄するために、今世界を滅ぼそうとしてるの？意味がわからないんだけど。どういうこと？そのため、無限ダイナに願い星を与えていたのだ。あ、餌やったってこと？ナックルシティで起きた赤い光の騒ぎ。あれも無限ダイナを目指せる実験の一環だった。いいかね。ガラルの未来を守る計画を邪魔するなんて、もってのほかなんですよ。何言ってるか全くわかんないんだけど。え？何？バトル？マジで？マクロコスモスのローズが勝負を仕掛けてきた。マジかー。何シュバルゴって。何、どういう、鋼タイプかな。鋼タイプってことは多分エースバーンでいけると思うけど。火炎ボール。炎タイプでいけたよね、確か。いけー。はい、一発。はい、一発。ローズさんですら一発。厳しいね。厳しすぎるよ。そういうの良くないんじゃないの？いや、別にいいと思う。鬼氷レベル5、レベル51。ギギギアル。いや、このまんま行く。基本的に鋼系使ってくるってことかな。よし、ってことはまたしても一発でやってやろうじゃねえか。火炎ボール。あ、でもここでもダイマックス使えるんやね。なるほど。はい、効果抜群。楽勝やわ。めっちゃ楽勝やわ。ナットレイ？ナットレイって何やろ？ナット？機械？やっぱ鋼な。ぽいね。よくわからんけど。ここでちょっとじゃあダイマックスして、ダイバーンで行こうか。
おっしゃ、行くぜエースバーンダイマックスね。私的にはローズ委員長の言いよることが全く理解できんないけど1000年後とかね、別にそのガルルの未来を守るのはいいんやけど、1000年後自分も生きてないやん。そのために今のガラルを危険にさらす意味が全く私には理解できないわ。はい、一発。さあ、あと2匹来い。何？霧が、あ、日差しか。びっくりした。なんかと思った。霧が出てきたんかと思った。ニャイキング、ニャイキングも鋼やったはず、確か。まだニャースよりかはマシよね、ニャイキング。いや、ただ単にあれかな。見慣れただけかな。最初、ニャース見た時のあの衝撃ひどかったもんね。ガラル地方のニャースの話です。何このニャース、金毛としか思わんかったもん。なぜそういう仕様にした。赤投げレベル91。ゴルーグレベル50。お、50台来た。大王道、大王道ってどんなんやろ、わからんけど。まあ最後までこれで行くと決めた。おやおや、最後の一匹ですか。それはちょっと困りましたね。困られてもね。あ、ゾウや。よし、ダイバーンで行こう。ドカーンと一発、やってみせましょうかね。お、ダイマックス来る？なんかすげえ変わった気がする。機械的になった、シャベルみたいになったよねえ、怖、顔見えんやん全然。いけい、あーよかった、相手に技を出させることなくふぅ。さあこれで止められたってことなんかな、どうなんやろ。そのなんか無限ダイナとかいうやつおらんかったけど、どこ行ったん。何その笑い。いいね、ポケモン勝負は。久しぶりに戦って満足だ。それは良かったけど。それは良かったけど、どうなったんだ。さすがですね、アヌ君。愛しのガラルが誇る無敵のチャンピオンが選んだジムチャレンジャーですよ。いやー、君とチャンピオンのチャンピオンマッチ見たかったね。過去形にしないでくれるかな、これからするんだよ。ジムチャレンジとか無駄にしちゃって、本当申し訳ない。だけど仕方ないよね。最初から日付とかも決めとったってこと？エネルギー問題を一刻でも早く解決するべく、無限ダイナを目覚めさせたが制御できなかった。私を助けるために彼は試合を捨ててやってきたんだ。それこそお姫様をドラゴンから守るナイトのようにね。さて、私は演説が大好きだからね。話がとても長いけれど、そろそろ終わらせますよ。だって上ではチャンピオンが無限ダイナを捕らえた頃でしょう。気になるんでしたら、リフトで上がればいいのですよ。ほら、私に負けてボロボロのホップ君も行くのでしょ？あ、戦っとったんや。さあ、二人でチャンピオンの様子を見てくるといいでしょう。ボロボロ？委員長分かってないな。俺んポクメも諦めないぞ。委員長が開催してくれたジムチャレンジで学んだからな。全くもって意味がわからない。はいはい、リフトに乗れば上に上がれますよ。その無限ダイナを捉えた、捉えとんならもういいんじゃない？解決済みじゃない？これリフト。アイナ、俺は確固決めてるぞ。お前は大丈夫か？もちろん大丈夫よ。さすが俺のライバル。よし、兄貴を助けに行くぞ。ん？もう上に来たんかこれ。アユナでも迷うことがない、便利なシステムである。あ、あれ？何あのポケモン。鋼タイプかなこれも。え、ドラゴンかな？え、わからん。よくわからねえ。何？戦ってはないのまだ。危険を顧みず助けに来てくれたのか。心の底からサンキューだ、ホップ、アイナ。お前らたくましくなったな。だが安心しろ。無限ダイナの能力なのか、ダイマックスできずに手こずったが、チャンピオンタイムもいよいよクライマックスだぜ。あ、もうやっつけるの？リザードンをはじめ、チャンピオンチームの力で無限ダイナを追い詰めた。あとは暴走を止めるため、ボールで捕獲する。ただそれだけだ。見てろよ、チャンピオンタイム。どうもチャンピオン言いたいだけのようですね。お、じゃあもう私らの出る幕ないやん。そして相変わらずリザードンが小さい。
お、モンスターボールモンスターボールで行くのし、え、お、出てきた。全然入ってない。なんで急激にそんな疲れた。ちょ、え、なになになに。あ、結局戦闘？マジか。無限ダイナが現れた。どういう感じなんかがよくわからんよね。エースバーンでいけるんかな。困った時のゴリ押しエースバーンですね。レベル的には大丈夫やと思うんやけど。そっか、火炎ボールもう終わったんか。ブラストバーンで。あれ当たらない。炎タイプ、炎タイプか、わからんけど。え、ちょっと待って、パッチルドン、パッチルドン、赤投げ、ホルード、ホルードで行ってみる。ちょっとでもホルードの方がレベルしてないよね。どうやろう、効果抜群やったらそれもそんなに関係はないと思うけど。行こう、炎技やし。でも3回ぐらいでやられそうやねん。よし、自信やってみよう。え、当たるんかな。空飛び寄るけど。ちょ、2回連続攻撃とかよろしくないよ。自信、あ、当たるっぽい。あ、効果抜群なんじゃないってことは、やっぱ炎タイプってことかな。よし、行け、頑張れ。くっ、耐えて、ホルード。あー、毒を食らってしまった。くっそ。行けい。お、やった、行ったやん。行ったやん。ナイス、ホルード。ふう、倒れることなくてよかった。おうおう、建物が、建物が。え、なに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 ？え、無限ダイナどっか飛んでったけど。え、結局なんか、結局なんか世界中に影響が出るんじゃないの？大丈夫これ。なんか暴走したよ。何が起きているんだ？ん？でもすぐ近くにおるね。なに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 ？え、なんか携帯変わった？え、なんか、巨大な手みたいなになったんやけど。戦闘？え、何事？無限ダイナ。さっきから現れてるよ。え、また戦闘？マジで？あ、今度はホップもおる。なんだよ、でかすぎるぞ。アイナ、一緒にやるぞ。ホップで役に立つのでしょうか？ちょっと待って。え、でもこれさ、あ、なんか満タンになってる体力。また掘る。え、でも当たるかな。全然地面に接してないけど、まあ、さっきもやけどさ。いける。じゃあホルードで頑張ろう。なんだ、技が出せないぞ。え、マジで。何あれ、なんか左上に出てきたよ、なんか。あ、間違えた。忘れてた。まどろみの森で剣と盾を見つけたんだった。え、なに？え、それがどうした？え、なに？アイナも剣を頼む。ボロボロでも何か起きるかもな。おお、了解、わかった。何か起きる？もしかしてあっこで掲げることによってここで伝説のポケモンが復活するとか、そういう感じ。助けに来てくれるんやないん。ほら、復活した。かっこいいな。だいぶかっこいいな。ほら、なんか来てくれる気がする。さっそうと駆けつけて。ん？なんだ？何が、え、なになになに、あ、来た？ほら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 、おー、おー、すごい。
すごい鳥肌ものですね。お、剣と盾が取り上げられたもん。自分たちで使うの？あれポケモンたちがお腹合体したよ。え、何、私たちも変身するぐらいの勢いやけど、なんか、え、ん、おお、剣と盾も復活した。身につけたんやね、すげえ。あれ三つ編みみたいやった毛がなんかサラサラになったんやけど。これはもう私らは戦う必要ないってこと？あれ、私らは私らで戦うの？ザシアン、ザマゼンタ、なんかすごいかっこいい展開なんやけど、なんかなぜエースバーになっとん？ホルードは？ホルード、ホルードを出しとったはずないけど、私なんかエースバーン引きずり出されたんやけど、何事？この展開でおじさんでは絵にならないからでは。え、もう攻撃当たるようになったんかな。何、さっきから周りになんかよその町が映るんやけど、何これ。何これ、大丈夫、死なない？走馬灯みたいなの見えるわけじゃないよね。うわ、その攻撃はこっちにも当たるんさ。あー、ちょっと待って、ホルードだ。うわ、でも耐えるんや、すげえ。すげえ、耐えた。うわ、全然効いてないよ、大丈夫それ。おい、技を出せるぞ、ザシアン、ザマゼンタの開花。あー、確かにさっきは攻撃すらできんかったよね。よし、自信。あれ、全然自信起こせんねえけど。おお、でも伝説のポケモンでもそんだけしか減らせんのや。どう？うわ、すげえな、ヒーローやん。でも、伝説のポケモンであんだけしか減らせんのやったら私ら全然じゃないね。自信はどうなったん？自信は、え？ね、なんかホルードの自信なかったことになったんやけど。え、めっちゃダメージ受けたよ、しかも効果抜群やん。どうよ、あ、今は？俺全然効いてないやん。え、待って、ごめん、味方を倒していくスタイル。え、待って、ザシアン、ゾマセンターに効果抜群なんやけど。倒れたよ、で、ザシアン倒れたよ。全体攻撃やったけんか。ちょっと待って、ザシアン、これは、あ、でもあれか、ワイルドエリアでの戦いと同じような感じやけん、多分あれ復活してくるんやないんだしや、何ターンかしたら。待って、どうしたらいいのこれ。誰で行ったらいいの？パッチルドン、相手。でもどうなんやろ、氷が効くんやっけ、鋼。どうやった、違ったっけ。ザシアン復活してきて、まさかの伝説のポケモン普通に倒しちゃった。倒しちゃったじゃねえ、倒しちゃったよ。あれ、なんかザシアンのアイコンなくなっとったんやけど、これは復活してこないパターンですか。そこ復活してこんかったら、おー、バイユールが。でもあれよね、まさか一体だけじゃないよね。他のポケモンも出してくるよね、ホップ。お、カビゴン、なるほど。あ、アイコン復活したわ、よかった。よかった。どうしよう、つらら落とし、一体だけに攻撃する技じゃないとちょっと危険やね。2匹とも揃って追ってくれんかったらちょっとなかなか体力を削れないんだけど、ごめんね。お、でももう体力黄色くなったよ。あ、どういう状態なんやろ、なんかよくわからん感じなんやけど、体が
つらら落とし。お、効果抜群。あ、やったやった、よかった。氷も効くっぽいね。じゃあこれで頑張っていこう。お、みんな効果抜群や。いい感じ。これでザシアンがいてくれればもっともっとあっという間に減らせたと思うんだけど。あ、待って、え、死んだよ。ザマゼンタ倒れたけど。ねえ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 つらら落とし。いや、うん、パッチェルドンの攻撃もだいぶ効きよるけんあれなんやけど、あの助けに来てくれた正義の味方2人がやられたんだけど、アユナのせいでね。早く復活してくれないかしら。別に私ができることは何もないんだよな。できることは邪魔をしないことです。ちょっとお二人さん復活して。あー、カビゴンもやられたよ。あと何体いるの？あと3体ぐらいはいる。あっという間にみんなやられていく。スララ落とし。おー、結構いった。急所に当たった今、もしかして。そういうことじゃないんやでももうちょっとでいけそう。アーマーが、もし相手が鋼やとしたら鋼に鋼もいけたような気がするけん、いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。怖いよー。うわ、こっちに攻撃来た。あー、怖い。めっちゃギリギリで耐えたよ。この技も使ってくる。うおー、つらい。つらら落とし。あ、いけた、いけたんじゃない、ほら。ふー、よかった。ちょっと伝説のポケモン2体今ダイナ、無限ダイナを捕まえろ。マジで捕まえるの？え、ハイパーボールでいいかな。何これ、手持ちのポケモンに加えるの？これ強そうではあるけどえ、これでさ、あのチャンピオンダンデに挑んでいったりとかしたらかっこよくない？おお、吸い込まれていく。どうや、この映像久々に見た。巨大なポケモンを捕まえるの。あれ、ダイマックスした姿ってことか。なるほどね。よし。あれ、でもこっち側ダイマックスできんかったね。向こう、あのポケモンの力無限ダイナやっけ。あ、2匹ともしれっと現れたけどさ、君たち速攻でやられたよね。アユナのせいでね。あれ、しかも去っていったんやけど。またまどろみの森に帰った。でも復活はしたってことよね、もう。この先出てくるんかな。お、平和な世界に戻った。シュートシティ。あ、ここからまた、チャンピオン戦に入るんかな。3日後。お、今日がチャンピオン戦ですか？もしや。ローズ委員長を自首したんだって？たまげたね。無限ダイナを目覚めさせ、世間を混乱させたんだ。まあ当然だよな。やっぱ犯罪になるんや。うわぁ。なんか泥のように寝ていたぞ。みんな騒いでるけど解決してよかったよな。ザマゼンタやザシアンのおかげで無限ダイナに勝ったんだもんな。なのに兄貴ったらチャンピオンマッチをするぞって無茶言っちゃうんだもん。兄貴だって意識を失うひどい怪我をしたくせにな。マジで？そんなことになっとったんや。まあ俺には兄貴の気持ちもわかるけどな。だってあやなとの真剣勝負楽しみすぎるぞ。チャンピオンとの試合はもちろんシュートステジアムだぞ。了解。ポケモンとかももう全員回復しとんかな。うん、オッケーっぽいね。ってことは、いよいよチャンピオン戦か。やっとって感じやね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ふう、なんかね、もう速攻でチャンピオン戦やと思ったのに、めちゃくちゃいろんなことがあってびっくりしたわ。でも、次こそ、多分、きっと、いよいよチャンピオン戦やけん、頑張っていこう。